ここからはマイク、マイクもですね、私はいろいろなマイクをこれまで試してきました。ケースによって使い分けを行っているんですけども、最近はでももうこの2つですね、ヘッドセットマイクとラベリアマイク、いわゆるピンマイクと呼ばれるものです。でヘッドセットマイクは今もまさに使用してますが、ロードの HS2 と呼ばれるモデルになります。でこの HS2 のいいところはまず見栄えですね。いわゆるヘッドセットマイクによくある、いかにもヘッドセットマイクつけてますよ感が非常に軽減できると。マイク詳しい方だとすると、DPA のマイクのような雰囲気を醸し出せるというところで、Amazon 価格で今3万円ぐらいするのかな、たまに1万5000円ぐらいで購入ができます。であと下が、ラベリアマイクですけど、これはインタビューもののライブ配信を行うときに使用しているマイクで、ロードのラベリアというものですね。まあ、どっちもロードというブランドのマイクですけど、まあ、これも単純に音が好みであるというところです。もちろん上を見ればキリがない世界なので、もっともっといいマイクはいくらでも多分世の中あるんでしょうけど、ライブ配信での使用において取り回しがしやすい、いろいろなタイプの演者さんに使用してもそんなにバランスが乱れることはない、まあ、バランスが単純に取りやすいマイクであるなというところで使用しています。あとは、グースネックマイク、このねグニョンとしたグースネックマイクとかハンドマイクとかバウンダリーマイクとかもよく使うんですけど、それはやっぱりそれぞれ何を音として集音したいかというところで使い分けるケースが多いですかね。まあ、ヘッドセットマイクとラベリアマイクというのは完全に人物に取り付けるので、例えばその人物に取り付けができない場合はグースネックマイクとかバウンダリーマイク使うとか、あとは、映像の中で演者が手でマイクを持っていた方がいいシーンっていうのもやっぱりあるので、その場合はハンドマイクを使うとかという使い分けを行います。ただね、あんまり使わないマイクというところでいくと、私ガンマイクはほとんど使いません。やっぱり演者の声を集音するというのがライブ配信だと多いので、いかに人の喋りを抑えるか、音として抑えるか、でその時に遠く離れて狙うっていうことは基本避けたいと。いわゆるこうマイクと音源、口から発する音声音源の距離を物理的に縮めたいというところがそもそもの前提としてあるので、ヘッドセットマイクかラベリアピンマイク、いわゆるラベリアマイクですねを使用する場合が多いです。